ルッチェーロ一世は、シチリア博。タンクレードのオートビルの子で、ロベルトイル・グイスカルドの弟。初代シチリア王ルッチェーロ二世の父親。1055年以後、南イタリアに来る。兄ロベルトに従い、南イタリア、シチリアを征服する。1061年には、兄弟は、メッシーナから、レッチオディカラブリアまでを征服するに至った。1072年に、パレルモを落とした後、 ロベルトからシチリア博に認じられる。1085年、ロベルトの死後オートビル家の狩猟となり、シチリアの支配を固め、半ば自立する。1101年に亡くなった頃には、シチリアの大伯爵と呼ばれた。ルッチェーロの支配下には、ギリシア人やアラブ人も多くおり、宗教についても寛容だった。1061年11月に、エブルー博、ギヨームの娘ジュディットと結婚し、 以下の娘などを儲けた。二度目は、モルタン博、ギオームの娘エランブルジュと結婚し、以下の娘などを儲けた。最後の妻アデライデ・デルバストとの間の男子二人が、それぞれ連続して、シチリア博を継いだ。アデライデは、ルッチェーロ一世の死後に、エルサレム王ボーダン一世と再婚した。金沢桃江、小沢ミノル、イタリア古児巡礼シチリアナポリ新庁舎 2012年54ページ。ISBN978 から4から10から60万2238から8。ABJJ のリッチ、ダイビキンガイムミタルミール、FA ブロックハウス、1968P312。ありがとうございます。